ズラッとでした。ソリストは、普段は警察官として、埼玉県の平和を守っています。ピアノフォルテ白石渚。何でも弾けるマルチプレイヤーですが、本日はテナーサックスで素敵なソロを聴かせてくれました。テナーサックス谷崎健太。申し遅れましたが、本日 MC を担当させていただきますのは、このバンドでは最年少です。バリトンサックス山井道子と申します。よろしくお願いします。私たちハッピーセットは、東京の池袋にある立教大学という大学のビッグバンドサークルの OB、OG を中心に結成しました。今年4年目になるバンドです。常禅寺ストリートジャズフェスティバルには昨年に引き続き2回目の出演をさせていただいております。まだお昼の早い時間なんですけども、こんなにたくさんの、もう遠く見えないくらいのお客様に集まっていただいて本当に嬉しく思います。東京でもなかなかこんなにたくさんのお客様が集まるジャズフェスティバルはないので、さすが日本一のジャズフェスティバルだなと思いました。本当にありがとうございます。常禅寺ジャズフェスティバル今年で27回目と、先ほど総合司会の方もおっしゃってたと思うんですけども、今年はあれですね、伊達政宗が生誕450周年ってことで、仙台市内あちこちにポスターがあったので、そんなちょっと仙台市にとっても、記念の年に来れてとても嬉しいです。そんなところですが、3曲目ですね、お送りさせていただきたいと思います。ジョニー・マンデル作曲、サミー・ネスティコビッグバンドのメンバーで、ノット・リアリー・ザ・ブルースという曲をお送りします。リーダーの大林秀嗣が何年もやりたい